안녕하세요. 韓国に来ました。ここは韓国の空港ですが、もうトイザラスがあるので、いきなりトイザラスに行きます。そんなわけでおもちゃ買ってきました。初日で着いたばっかりなので、とりあえず小さめのやつを買ってきました。おもちゃ市場に来ています。5年ぶりですが、様子はあんまり変わらないですね。カツシン玩具です。量がすごいです。これ見てください。この山全部自分用です。各1個ずつしか買ってないでこの状態です。正直いくらになるのかもう全く分かりません。でも、多分これからもっと買えます。はい。はい。いらっしゃいませ。おいらっしゃよ。おもちゃ屋さんの裏でまかないをごちそうになります。キムチ、ナムル、キムチ、ムルキムチ、そして山盛りのご飯。うわ、すごい。どが大が上や。最近韓国はオリジナルの変形ロボットシリーズが多くて、変形ロボット好きにはたまりませんね。はいよー。別の問屋に来ています。とにかく行く店行く店で買っても買っても持ってないものがあるという、おもちゃ好きにはたまらないけれども金がいくらあっても足りない、そんな状況です。戦隊シリーズとかでも日本で売ってないものが結構あるのも面白いです。獅子王街とかそういう懐かしいものも隠れてます。はい、というわけで、韓国の旅もこれで終わってしまったわけですが、とにかく久しぶりの韓国とあって今回は買うおもちゃが山ほどありました。まあ今、金浦空港まで来て、荷物も預けたわけですが、当然のようにオーバーチャージもかかりました。とはいえもう荷物も預けてチェックインもしたので、帰りにトイザラスにもう一度寄っていこうと思います。そんなわけで、インチキ番長の韓国レポートでした。안녕히계세요。